広島短距離交通、瀬野線は、広島県広島市や菊、瀬野町に建設された住宅団地、スカイレールタウン緑坂への交通手段として、開通した短距離交通システム、スカイレールによる路線である。スカイレール緑坂線の愛称があるほか、一般的に、スカイレールサービス、スカイレールと呼ばれる。運営は、スカイレールサービス株式会社が行っている。 団地に向かうスカイレールスカイレール車両スカイレールとは神戸製鋼所三菱重工業などが共同開発した懸垂式モノレールとロープウェイを組み合わせたような交通システムで懸垂式のモノレール車両を駅間ではワイヤーロープで駅構内ではリニアモーターで駆動して運転する平均速度は約時速 15km である建設費も従来のモノレールや 新交通システムと比べて1、3程度と安く、運営も低コスト、工期も短いという長所を持つ。27%の急勾配を途半する能力があるため、山陽本線、瀬野駅北側の丘陵地に開発された住宅団地への交通機関として採用された。総工費は約62億円であった。従来のロープウェイやゴンドラリフトは、 風に弱いため、都市内公共交通には不向きであるが、スカイレールは、車体の指示、案内を桁構造と車輪で行っているため風にも強く、従来の急勾配先区向けの交通システムの弱点を克服している。ほぼ全線が道路沿いに作られており、懸垂式モノレールとして、軌道法による特許を受けている。実際の最急勾配は263パーミルとなっており、 これはケーブルカー以外の鉄軌道では日本一の急勾配である。鉄道としては日本で初めて IC 乗車券、QR 乗車券が導入された。緑口から緑中央間の所要時間は5分である。なお、緑口駅は山陽本線の瀬野駅に直結している。6時40分から22時まで便が設定され、日中の10時台から16時台は15分間隔で、 運行。通勤通学時間帯は最短7分間隔で運行されている。ただし、システムとしては最短75秒の運転間隔で運行できる性能を持っている。2010年度までは平日早朝に、瀬野駅横の広島市立瀬野小学校へ通学する小学生のために、小学生専用車両が運行されていたが、2011年4月に団地内に、 広島市立緑坂小学校が開校したため廃止された。この小学生専用車両には通学する小学生の安全確保の観点から専用便には小学生以外の乗車はできず逆に専用便が運行されている時間帯の一般便には小学生を乗車させないようにしており小学生と一般客を完全に分離していた。全駅とも 広島県広島市秋区に所在している。緑口駅緑、中街駅緑中央駅、スカイレールサービス自動券売機運賃は距離にかかわらず均一性である。開業当初の大人運賃は150円だった。2017年10月1日からの運賃は以下の通り。消費税の増税に伴う2019年10月1日からの運賃は以下の通り。 すべての駅に自動券売機、自動改札機が設置されており、定期券には日本全国で初めて非接触型 IC カードが採用された。2013年1月の改札システム刷新により、非接触型 IC カードによる定期券に加えて、回数乗車券も IC カード化された。さらに、普通乗車券は、次期券から QR コード読み取り式に変更された。 従来は乗車駅での改札時に定期券以外の時期乗車券は自動改札機に回収され旅客は無札の状態で乗車していたため降車駅での収札は行われていなかったスカイレールの最終便出発後には瀬野駅からのジャンボタクシーが22時25分から翌日0時30分まで6便運行されている運賃は大人340円 子供180円だが、スカイレール定期券所有者は大人170円、子供90円で乗車できるなど、スカイレールの代替交通機関としての役割を担っている。開業前の1997年8月に工事用ゴンドラが暴走して駅舎に激突したことにより、作業員2名が死亡、7名が重軽傷を負う事故が発生した。ありがとうございます。